フリッツ・ライバーは、アメリカ合衆国の SF 作家、ファンタジー作家。イリノイ州シカゴ出身。SF と幻想文学が、混然一体となったような作品を得意とし、中短編 SF の名手としても知られる、技巧派の SF 作家。平行宇宙、歴史改変、魔術などのガジェットを用いて、世界認識の変容を描く手法は独特の味わいを、持ち、 その原惑的な作品の数々は、特にクロート筋の評価が高い。またオカルトへの造形も深く、長編、妻という名の魔女たち、闇の聖母は、ダークファンタジーの古典的名作。中短編の代表作は、超躍者の軸、影の船、あの飛行船を捕まえろなど、暗く、ペシミスティックな SF 作品が多いが、 ヒロイックファンタジーの書き手としても有名である。ヒロイックファンタジーを表す表現の一つ、剣と魔法という言い方は、ライバーの命名によるもの。ファファードとグレーマウザーという、超人的ではないリアルなタッチのヒーロー像を生み出し、強運のと、ランクマーをはじめとする、ファファードグレーマウザーシリーズで、ヒロイックファンタジーにおける、新たなスタイルを確立した。また、 中短編では、ランチチチチ,チタンのように、皮肉を効かせた、コメディタッチの作品も多い。父親のフリッツ・ライバーシニアは、映画俳優で、ライバー本人も数本の映画に出演している。息子のジャスティン・ライバーは、認知科学を専門とする哲学者で、著書、認知科学への招待チューリングとウィトゲンシュタインを道しるべに、が翻訳されている。 また D&D のプロデューサーの一人であるゲイリン・ガイギャックスは、フリッツライバーを D&D に影響を与えた一人として挙げている。長らく絶版で、第4巻、第5巻は未役であったが、2004年より、新役による復刊が始まった。他に、短編多数。ありがとうございます。